さあ、はい、さあどうでしょう、はい、せっかく4人集まってますから、うん、4人いればマルチができますよね。ってことは今、はい、カリンが、うん、ジョージ来てます。ジョージ来てます。ジョージ来てます。カリン来てるんだ。そうなんだ。ジャスカの端末で行ってみますか。あ、じゃあちょっと初見みたいな感じだけど行ってみようかな。行ってみましょうか。はい、行きましょう。初見みたいな感じですけど、はい、じゃあ画面こちらです。波動拳。波動拳。はい、はい、でさあメンバー、うん、はい、もらいました。おー、ちょっと、はい、あなた、え、はい、早い。レインボーみかん、うん、レベルが、まあもう極んで、もう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 進化しました。早い。あれちょっとあれも食わせました。いや、タスはまだちょっとタスまでは振ってないんですけど、デフォルトでこれぐらいいっちゃうと。あ、もう超適正。超適正。うん、アンチはその収録のために出たんじゃないかな。ね、本当に超適正。すごい。え、どんな全属性ホーミングで行くんでしょうね。見たいですね。見たいでしょうね。あれちょっと待って、え、水じゃないやつがいるぞ。え、大丈夫か。誰だ誰だ。おい、大丈夫か。誰だ、水じゃない。大丈夫だ。おい、ドロシー。大丈夫だ。私のドロシーだ。え、ダルシム。ダルシム。ダルシム。ダメージウォールですから。大丈夫。はい。ウォールは大丈夫です。ウォールは大丈夫。ウォールは大丈夫。まあ、ゲージさえ見せられなければね。ロキュンスサノを持ってんだ。はい。これもかなりダメージ期待できますね。カリンではかなりお役に立てるはずです。おお、まあ。配置次第ですけど。いいだろう。はい。なので。しょっぱい身食ってんなおいな。そうで、昨日回ったんだけど出なくて特急。うん、私がこれですね。しょっぱいね。なんだこの身。宇宙海賊だ。宇宙海賊。はい、こんな愉快な夢までいきましょう。いつもの。スタ、いつものですか。いつも何？いつもの。いつものスタートのコールがあるんですよ。まあそうですか。モンスタートって言うんですけどね。モンスタート。一緒に合わせていきましょう。はい。モン。スタート。僕のタイミング。本当にいつもやってるんですか。僕のタイミングだからみんな。なるほど。一回も会ったことないんですよ。一回も会ったことない。私初めてやりました。やってるじゃん。やってるって言いなさい。よっしゃ。さあ。最後。さあ、ファーストグッジョブ入りました私。はいはいはい。うわー、ミカかわいい。ミカかわいい。何これ、全身。かわいいでしょ。ねえ、これでいきましょう。見たい。まずは。レインボーミカ。おー、レインボー。綺麗。めっちゃ綺麗。でもね、弾とか打つキャラじゃないけど大丈夫なんですか。もう全然大丈夫です。レインボーだもん。レインボーだからいいんだし。よし、いいんだし、全然全然いいし。よし、はい、いけるか、鬼か。はい、お、はい、鬼に当ててパターンで当たってない。当たってない。シンドバットに開けたよ。うん。自分に食っちゃう。さあ、いいよ。あのさ、ここはね、見せてくださいよ。はい。おお。さすが音曲26体。おお。実質。実質。実質の数。炎がね、攻撃力高いんで処理していきたいですね。おお。すごい。マッチ？まあ、そうだ、そうだ、マッチでーす。マッチ、黒柳さーん。そのあのモノマネをモノマネするのやめてくれ。大丈夫です、大橋さんのね。よーし、もうここはね、軽く、わーい、軽くかましちゃいなよ。うわー、もうミカの綺麗優勝。レインボー出かった。かわいい。許可出してよかった。許可出してよかった。どうもよし、はい、行きましょう。はい、大丈夫。でも通って、うん、よしよし、よし、ここも倒して助かるね。え、結構本当にね、はい、痛いからね、タコとかやっつけないとね。処理は重要ですよ。おー、ナイスです。おー、すごいすごい。さすが16万。すごい。ダメージの値見てるんですね。ダメージの値だから見てるんですよ。ゲームしか見てないってことだって。こんなに減ったっつって。こんなに減った。重要ですよ、ダメージ値。おぉ、地味、地味に、地味、ね、でも21万は立派なもんだ。よっしゃー、ね、よっしゃー、
連続戦。来たー、カリン。カリン来ましたね。ホーミングめっちゃ強いっすね。ホーミングいいな。カリンはですね、画面のゲージの真ん中なんですけど、はい、まあ、なんか印があるじゃないですか。ありますね。あれを超えると、うん、スト5でも、はい、そのゲームシステムあるんですけど、はいはい、V トリガーっていうのを発動するんですね。そしたらかなりカリン厄介なんで、厄介。うわぁ、初めて聞いたそれ。よし初めて聞いた、初めて聞いた。だから V トリガー状態になる前に雑魚処理しといた方がいいですね。そうですね、威力がぐんと上がるんで。ねえ、ワープも出ちゃうんじゃないですか、もしかしたら。出そう、ワープ出るかもしんないですね。出るかもしれないな。やったことあるだろ、あんた。そう、あー、もう少しやめたんです。あ、いい感じで。いやー、フォーミングがね、たまりませんな。優秀、いいですね。あれ、私もフォーミングだったの。うん、そう、私もフォーミングだ。キラキラ来てるよ。キラキラ来てる。いいとこに止まれた。ちょっとね、ね、大事ですね。大事ですか。えい、あ、あれ、あれ、あれ、大丈夫。あれ、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 ラキ、あ、だ、だ、焦ってない、焦ってない。え、大丈夫、どうも、大事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 、おや、おや、おや、ちょっと炎が怖い。危ないな、当たらなければどうということない。そうだ、そうだ、そうだ、そうだ。おお、もう取れます、もう取れます、もう取れますか、大丈夫。収穫祭りじゃん。収穫祭りです。はい、ほら、おー、収穫祭りだ。あー、へい、やってない人ではないから。やってない人ではないから。カプコンビビとえらい違い。や、カプコンビビとも結果出してるんだ。結果出してるんですか。出して、出して。いや、たまに黙っちゃうんだ。やばい、たまに黙っちゃうんだ。さあ、おー、いいとこ入った。いいぞ、これ。私は、うん、SS を使ってしまおう。もう、もう、もう、私、溜まるの早いんですよ。溜まるの早い、なるほど。はい、さあ、号令いきます。おお、雑魚処理、オッケー。おお、火種が弱まった。よし、よし、いいですね。取り返したね。さあ、ね、うわー、やっぱ、忘れてないぞ。大丈夫か、いいか。あれ、当たらない。あれ、失敗しました。正直だな。そういう時もある、グッジョブ。ありがとう、お前、グッジョブ。助けよう、助けよう。おー、さあ、すすの、おー、強い、やばい。あー、V トリガー。うん、なんか目覚めた、目覚めた。ハートもあるし、ハートもね。はい、金まで、金まで、そうしようか。はい。あ、そうか。あ、ふわふわついてるね。うん、そうなんですよ。そこだけが唯一の弱点だね。うん、おぉ、大丈夫、ハートがあるから。もう、あ、もう取ります。ハート、ハート取ります。でも倒せちゃいそうな感じも。そうだね、もう倒しよう、倒しよう、倒しよう、じゃあ。うん、えい、あ、あ、だ、だ、だ、あ、だ、大丈夫。あ、だ、だ、だ、ハート貯めたんだね。ハート貯めたのかな。大丈夫だ、大丈夫だ、大丈夫だ。今ゴールなかったし。オッケー。これハート貯めたいな。貯めたいですね。お、止まった。タイグチョップ、すごい、タイグチョップ。すごいですね、乗ってますね。勝手に運極に乗ってないですか。持ってます、これすごいな。さあ、俺これ雑魚しか倒せないから、これ。どうにか出てきてください。出てまないだろ、これ。あ、出た。やった、やった、おー、ホーミングで雑魚も、あ、どっちも倒れた。シールに座れる。どっちつかずが一番大事。いや、それ聞いたことある。やるならやる、失敗するなら失敗する。いや、ゲージミスに言われたくないんですよ、これは。よし、これ決めよう。オッケー、雑魚も、おー、さすが。さあ、最終影の支配者ですけど。影の支配者、やめてください。影じゃないですか。ね、前から変わるぞ。もう表、表の支配者ですよね。よし、はい、安全なところに行きます。これもうみんなストライクショット打って打ってね。さあ、さあ、ストライクショット見たい。おー、見たい、行きますか。うい、
バトリーピーチ。これ。あ、今キャラが出てきた。今来た。誰？ヤマトナデシコっていうね、はい、ミカの、まあ、相棒というかライバルというか、そのキャラクターを呼んできて、ファイブでもね、ファイブでもありますからね。ファイブでありますからね。誰だってなるけど。よし、行きましょう。壁重要ですよ。壁重要ですよ。これ足抜けるんで。おお、なるほど。すごい計算してる。足抜けますよ。おお、ね、おお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 すごいすごいですね。すごいわ。楽しかった。気持ちよかった。今のはね、たまりませんね。たまりませんね、今のは。こんな勝ち方初めてだな。初めて。嬉しいな。あれ、スルーしたからやったことあるの、やっぱり。いや、そんなね、全然、本当にスルーしたぞ。いや、嬉しい。今、普通に嬉しい。卵割れましたから、パリンって。いやね、綾野さんね、はい、あのね、ジャスコはね、ほんと自分のゴージャス動画ではね、活躍するんですよ。いやいやいや、カプコン TV ではちょっと、いや、カプコン TV でも活躍してますよ、俺は。気抜いてるんですかね、カプコン TV。 気抜いてないですよ、全然。気抜いてないし、頑張ってますよ。え、何？ね、本当に頑張ってやってます。頑張ってちょっと皆さん注目。いや、持ってるじゃない。え、46って。はい、ということで。いやいや、めちゃめちゃやってる。すごい。これはまさか運曲。私ね、うん、初めての運曲作りを。え、すごい。かりんで、カリンお嬢様に捧げるんですね。はい、もう見ての通り、あとでまあ1週間ありますから。ああ、ね、自分のペースで達成しそうですね。頑張ってください。いや、しかしね、見事勝利で、はい、収めまして、ちょっと最後ね、綾野さんに、はい、せっかくですから、はい、ね、ストリートファイター5の、はいはい、ちょっと PR を。ありがとうございます。おー、大丈夫ですよ。実はね、ここに、はい、そのパッケージあるんだ。ねー。ね、はい、この PS4、はい、絶賛発売中のストリートファイター5なんですけど、うん、先ほどコラボでもキャラクター出た通り、うん、まあ、カリンとか、はい、まあ、あとはミカとか、もちろんリュウとかデンとか、うん、チェンジとか、はい、キャラクター出ます、うん、で、それ以外にも、うん、降臨で、活躍するネカリン、ネカリン出た、うん、他にもね、スト5ならではのオリジナルのキャラクターもいるので、うん、で16キャラクターを使ってオンライン対戦とか、まあ普通のローカル対戦っていうんですけども、うん、それ戦って楽しんでいただければと思います、うん、まあ、ストリートファイター自体はスト2はすごく、はい、まあ、有名なんですけど、今5なんだっていうのをモンストのユーザーさんというかプレイヤーの皆さんに知っていただきつつ、スト5よろしくお願いします。はい、はい、あ、僕もちょっと最近5始めて、やりたい。バルログ使ってますから。バルログ星、ね、星4の星4、星関係ない、星関係ない、これは星関係ない、強さはね、うん、関係ない、ね、はい、はい、感じで今日はありがとうございました。ということで、モンスト動画ね、ゴージャス動画でもたくさん出してますんで、皆さんも見てくださいね。というのと、あとガチャで何が出たか、もう一回みんなコメント欄に書いてくださいね。うん、出なかった人は正直に書いてくださいね。嘘ついたらバレますよ。ということで、はい、本日はここまで。また次回お会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。ファイト5もやりましょう。やりましょう。ラッシュ。俺も強くなる。でしょうな。いやいや、大人が子供をいただくくらいは本当に何にも無知ですから。ためですよね。ためですけども、ダメですけども、技術ないですよ、多分。子供に大人になるの。コピースキルに至ってはもう赤子のような。赤子のようなね。で、そう、みんなもやるんじゃね。やりたい。やってください。はい、はい。ダメージボール突っ込んだの覚えてるから忘れてよ、忘れて、うん、後で話しようか。見ていくから。見ていくから。